ラリー・コリエルは、アメリカ合衆国のフュージョンギタリスト。ジャズとロックの融合に早くから取り組んだほか、アコースティックギターを使用したジャズとクラシックの融合も、試みる。長男は、ブルースギタリストのミュラリ・コリエル。次男は、ジュリアン・コリエル B1973、アラニス・モリセットなどのサポートギタリストで、シンガーソングライターとしても活動する、ジュリアン・コリエル。テキサス州ガルベストン出身。 1965年、フリースピリッツというジャズロックバンドを結成。翌年にアルバム、アート・ロックの夜明け発表。今日では、ブラッド・スウェット・ティアーズや、マイルス・デイビスよりも早くからジャズとロックの調和を試みたバンドとして評価されている。また、1967年には、ゲイリー・バートンとも共演。1972年、 ランディ・ブレッカー等と共にザ・イレブンス・ハウスというフュージョンバンドを結成。1975年までは同バンドでの活動が中心となる。イレブンス・ハウスとしては最後のアルバムとなるアスペクツでは日のテルマサと共演。1975年、スティーブ・カーンと共にアコースティックギターだけによるツアーを行い、以後1980年代中期まで、 アコースティックギターの演奏が中心となる。1978年1月、名誉ランディ・ブレッカーと共に、チャールズ・ミンガスのレコーディングに参加。1979年初頭、ステファン・グラッペリと共に、ジャンゴ・ラインハルトのトリビュートアルバム、ヤング・ジャンゴを制作。同年、ジョン・マクラフリニア、パコ・デルシアと共にアコースティックギタートリオでのツアーを行うが、 その後、ラリーに代わって、アルデメオラが加入。ラリーのリーダーアルバム、トリビュータリーズでは、ジョン・スコフィールドや、ジョー・ベックと共に、アコースティックギター3本によるバトルを披露。1980年には、フューズワンにも参加している。1980年代前半には、イーゴリ・ストラビンスキーの3大バレー音楽、火の鳥ペトルーシカ、春の祭典、また、シェヘラザードや、 オレロといったクラシック音楽の楽曲を取り上げる。1984年、山下和人との連名でビバルギ作品を取り上げたアルバムギターをデッセイ式発表。1980年代中期以降はエレクトリック、アコースティックの両面での活動を続ける。1994年には渡辺和美のアルバムおやつにゲスト参加。1986年には アルディメオラとのアコースティックギターデュオで来日公演をしている。1980年代頃には一時日本に在住していたこともあり、多少の日本語は理解できるようである。また、井上陽水とも交友があり、陽水のライブではサポートギタリストも務めたことがある。なお、サポートで参加した1988年3月7日のサントリーホールでのライブは、 翌1989年に井上洋水ライブ88サントリーホール夜のシミュレーションのタイトルでビデオがリリースされていた2017年2月19日ツアー滞在先のニューヨークのホテルで死去73歳ボーツフュージョンのゴッドファーザーラリー・コリエルが死去バークス2017年2月21日ザ・フリー・スピリッツのバイオグラフィーありがとうございます